次に森森山山君はいい立憲民主党の森山博之でございます午前中にわが党、枝野幸男代表が指摘をさせていただいたように、この間、コロナ禍であるにもかかわらず、やらなければやらな,いならないことが遅かったり、タイミング悪かったり、少なかったり、やらなくていいことを一生懸命やると。 いう姿勢政権の中で目立っていますまあ GoTo キャンペーンなどもストップをするタイミングが最悪であったと言わざるを得ませんし緊急事態宣言というようなものについても随分長い議論の末にようやく年が明けてからということになってしまいましたえそんな政策の象徴でもあるのがカジノこの中において のんべんだらりと今までどおりにカジノを推進していいのかという部分、これについて議論をしていきたいと思います。私は前の政権以来、種、水道、森林、漁業など、次々と目の前の儲けのために、日本の資産を外資系の企業に切り売りしてきた、売国的な政策。これの 集大成がカジノそしてカジノ付き IR これであるというふうに考えていますつまり我々国会議員は国民の生命と財産を守るということに力を尽くさなければならないのに反対に逆に切り売りをするというようなことが許されていいはずがありませんそういった意味で議員立法の IR 推進法、これには赤羽大臣、棄権をされています。付帯決議は評価をするが、懸念があるのも事実だというふうに当時おっしゃっている。その後政府提案の実施法、これには賛成をされています。ところがこの間、世論の反対はどんどん増えていっていました。大臣の出身の公明党、自主投票から、 討議拘束ををかけた賛成へと変化をしています私も当時、内閣委員会で実施法の審議をいたしました、公明党はなぜ変わったのかというのを、当時の石井推進大臣と議論をしているときには、まあ、俺が説得をしたんだというようなやじ、まあ、先日、辞職をされました遠山前議員が大きなやじを飛ばしておられましたけれども、 この間、本当に説得を続けたのかと、石井さんにはずいぶん議論をしました、でも増えてきた反対、カジノは IR ・ギャンブル依存症や地域経済への悪影響、治安の悪化など、カジノ自体が持つ本質的な問題があり、外資系による博打に頼った経済発展、これについては多くの国民が不安。 そして反対の気持ちを持っており、私たちも唯一の利点である経済効果の試算、これさえも出ない中で、とても賛成ができないということで、賛成できませんでしたが、いやいや、カジノは儲かるから、複合的な施設にするから、地元にも還元できるんだというロジックで押し通し、採決をされ、現政府が 推進をしてこられたわけです現在は、カジノ付き IR 推進担当大臣を務めておられます赤羽大臣、この間、どのように考え方が変わってこられましたか国土交通大臣赤羽和義君、赤和君この IR のをめぐるですね法案の態度、今、委員、ルるル言われましたが、そんな単純なもので決めたわけではございません。 当然、IR 推進法の登記にはです、ね、カジノを含む IR の具体的な内容、あまり書かれておりませんでした、推進をするということですから、まあ、僕も国民の一員として、まあ、平均的だと思いますが、懸念を感じて、賛否は留保した、欠席をいたしました、これはおっしゃるとおりです。その後このの後こ IR 整備法とというのが政府案として制度設計される過程で 有識者会議で様々な議でな論ををされままししたと承知をしております例えば、日本型 IR におけるカジノは、刑法が賭博を禁じている趣旨を損なうものではなく、法律上全体の整合性が確保されているということを確認できたりとか、またカジノによる依存症に対する対策というのも具体的に取られているとか、またカジノということを強調されますが、そもそもこれは日本型 IR は、 今、その担当していると思うのは、まあ、いわゆるマイスの施設を含めたです、ね、総合的なリゾート施設として滞在、長期滞在型の観光を増やすとか、そうしたことを趣旨とした中であり、加えてその中にあるカジノについては、箇所数ですとか、カジノの面積ですとか、また入場制限、入場料金については極めて抑制的なものとして、えー、法案がなされたと。加えてこの法案は、えー IR の誘致は自治体が主体となる、自治体がまあ事業者とのペアでやるということに対して、えー、申請をされた区域整備計画につきましては、まあ、政府がま厳正な申請をすることというふうに、まあ、この IR 整備法では書かれておりましたので、私は採決を賛成をしたところでございます。玉かこの IR 担当大臣にあの、えー、任,あの任務を受け継ぐことになりましたので、 これは審査をする側でございますので、あの希望される、申請される自治体の案について、IR 整備法で規定されている、えー、まあまあその法にのっとった法を目指す IR 整備の内容であることをまあ厳正にまあ審査をしていかなければいけないと、こう決意をしているところでございます森山博之君、はいえーまあ、規制大臣ではなくて、えー、推進大臣ということでございますから、この3%、 全体の中の中しかカジノじゃなないいんだよというよとうう説明をされてましたでカジノのこの IR の法律のときに、採決の直前に、その3%というのはなんなのかという議論になりまして、それはバックヤードも含めた面積なのか、それともカジノをやっている部屋の面積なのか、机の面積なのか、こういう議論がありましたけれども、これ、赤羽大臣、何を指しているかご存じですか。 いいいい内閣官房 <laughs> 特定複合観光施設区域整備推進本部事務局長、事務局次長、高田陽介君。<laughs> あいいや、いい、あ止めた、あっ、来ました、来ました、たうん、失礼いたしました、うん、お答え申し上げます。 えー、あのカジノの3%の面積につきましては、IR 整備法に基づいて、カジノに必要な面積ということで、えー、計算をするということになりますけれども、だめ、山ひ君、見てください、答えられないんですよ、ね、えこれ、あのときの議論ありましたよ、3%は机の面積ですで、それで全体の中でごく一部だなんていうのは、自慢にすぎない。これは 指摘をしておきたいというふうに思いますが、12月18日に、そんな中、そんなことも知らない大臣が、申請期間を9か月延期をされるという形で決められましたね、これの理由はどうですか国土交通大臣、赤羽和義君あの IR の今、事務方はです、ね、常にこの間、申請を希望される自治体からさまざまなお問い合わせがあったり、 当然、コロナ禍でありますから、コロナ禍の影響によって、申請自体が少し伸びるんではないかと、そう希望される方地域もありましたし、一方では予定通り地域をあの予定通りの計画、日程で実行してくれという、そういう要望もございました、その中で、対局に見ておりますと、このコロナの状況がまだまだ拡大しているような局面もありましたので、9か月間ずらすということで、今、 実行あの予定をさせていただいています森山裕一君、はい、ええつまり、この9か月延ばすというのはえ、国から言ったことではなくてえ、自治体からちょっと間に合わないよと言われたから、あそれを受けたというお話でありますでえ外国人の儲けについては、非課税の措置にするというような話、あるいはチップの消費税は非課税だという話がありますが、それはそれでいいんですか。 交通大臣、それはまだ税制改正では決定しておりません。んでということで、あっ、ごめんなさい、失礼しました。え、ちょっとすみません、ちょっと確認、あす,すみません、失礼しました。いやいや、失礼しました。失礼しました。ちょっといろいろ揉めたんですけども、昨年年末の税制改正で、そのように決定させていたた。だきまし森山宏行君、はい、競馬経理ギャンブル。 あの競,馬競輪協定ですね、そういったものについては、これ、非課税じゃないんです、外国の方がやっても、なんでこれ、カジノだけ非課税というような特権的な形にするんでしょう、日本人がやってもこれ、課税されますよね国土交通大臣、他の諸国のです、ね、IR 施設、またカジノの,あの制度と習って、横なら民主化というふうに伺っております。 森山ほ <laughs>、えー、他のところに倣って、えー、競馬競輪協定というような公営ギャンブルを超えるような形で優遇をするということ、これはやっぱり外資系の人たち、これに非常に配慮をした形で、日本人のためにやっているのかどうかというのは、さらに疑われることでございます。官邸が突っ込んだ、そんな話も出てきているところでございます。 さて、カジノ、IR を取り巻く状況、これが変化してるんですね、法律ができたとき、まあ、このときには議論ありまして、私は反対、大臣は賛成ですから、その立場を違うのは仕方がない、しかし、その後、状況が変わってきている、まずはコロナ禍だということでもありますが、えー、この部分について、まずお聞きをしていきたいと思いますが、最初は IR の汚職問題、中国のカジノ企業から、 増収事件で起訴さされたのが秋元さん現金事情を認めたけれども、不起訴になった議員や元議員は、白塚さん、勝沼さん、中村さん、船橋さん、岩屋さん、中国企業から日本の会社を通じての献金がこんなに取りざさされるのは残念ですが、今回の接触ルール制定で、汚職事件は防げますか。 交通大臣赤和義君あの接触ルールはしっかり決めた上で、それをしっかり遵守して、えー、国民の皆様がただでさえ、実この案件についてはさまざまな心配もされているというのも事実ですから、そうした疑念をしっかりと持たれないように、襟、えー、を正して臨むべきというふうに思っておりますし、私自身もそう努めてい,くと思います森山博之君、はいあの、カジノの業界はですね、外資系しか経験がないということで、 そのの利権を狙って当然このような構成だからそれぞれの政治家の皆さんも知らずにお付き合いをしてきたというようなこともありえるということで、カジノ実証法のときからせめて日本企業が自立をして、カジノ運営できるようになってから、巨大 IR に取り組むべきではないのかという議論もしてきましたが、今こそ、この汚職事件が発覚をしている中、国益にならない外資系カジノの IR 誘致はストップするべきではありませんか。 国交大臣赤羽和雄君あのこの仕組みの中でですね、IR で参留できる事業者は、外資系企業にきあの限っているわけではございません。現在、国内企業もおそれを検討されているというふうに、今は具体的には申し上げられませんけれども、そのように事務方からは聞いております。加えて、えーまあ、外資系であろうと、国内系であろうとですね、えー、この, IR, あの IR 事業に参画する以上は、 カジノ事業による収益の30%を国と自治体に納付する必要がございますし、残りの70%についても、IR の建設に応じた費用の償還ですとか、人件費、調達などの費用に充てるということでございます。加えて、これ、毎年度の評価,結果評価をです、ね、国土交通大臣が行うわけでございまして、IR による継続的な事業内容の向上ですとか、あの自治体が実施する周辺環境整備などの 政策への協力等々に充てると、そしてその残りの額から法人税ともの納付とも行われるということになっているそれが今の仕組みでございます森山ひる君はいすべてあの当時、議論させていただいた内容で、これ、黒字があるということは前提です、インバウンドで海外の大金持ちが来て、がっぽがっぽ儲かるんだという説明の中で、今の話が実現化するわけですけれども。 カジノの経済効果は、その後、試算していますか国交大臣赤羽和義君、君私になってからですね、それまではまあこれまで、えー、全国で何箇所になるかも分かりませんしということで、家庭の置く数字が確定でなかったので、経済効果は出せないという話でございましたが、えー、4歳委員会だったと思いますが、馬淵委員から、馬淵委員の前提を置いたことでということで、経済効果 に対する資産のやり取りはしたことは記憶しておりますただ、ちょっと今、具体的に通告いただいておりませんでしたので、その数字がどうだったかというのは申し訳ございませんが、今、手持ちではございません森山宏之君。いや、これ、当時からしている話ですから、まあ、やっておいていただきたいなと思うんですね、それ、だって、それで自治体に計画を書いてくださいというわけですから、また、中国では、 一部の海外都市は、中国人観光客をギャンブルで誘致するためにカジノを開設し、観光市場の秩序を目指して、中国人の財産や安全を危険にさらしているということで、ブラックリストというものを8月の下旬に、これ、どこがブラックリスト入るか分かんないんですけれども、制度を創設したと発表されています。こういった部分も含めて、状況の変化に応じて、本当に儲かるのか、だってこれ、スタートするまでに5年かかる。 さらにそこから30年だ、50年だという契約をする中で、赤字になったときに、大きな巨大な廃墟ができるというようなことになってはいけませんので、ここの部分はしっかりまずは試算をし、私、ちょっとなかなか難しいと思います、コロナ禍が終わってから、改めて仕切り直すべきだと考えますが、いかがですか国交大臣、赤君国の政策としてですね、今、委員が指摘してきたような。 といういうのは常に考えていかなければいけないと思いますが、よくご承知だと思いますが、今回、この事業は冒頭申し上げましたように、一つ一つは、主体は地方自治体とそのパートナーが申請をするわけです、その過程の中で、こうしたコロナ禍の影響を受けて、当初のように再三いかないなといえば、申請はされないでしょうし、さまざまなリスクを踏まえて上でで、ご検討いただいた上で、やれると判断した場合に申請がされると。それに対して私どもは 審査をすするといいう立場でございます森山裕君まあ自治体が考えてくれということなんですが、国策として3つだけやるんだという話ですから、その基礎となる共通の情報というのは、必ずこれは必要なものだと思います。さて、もう一つの状況なんですが、経済の部分、国際カジノ市場の動向というのが大きくコロナ禍で変わっています。コロナ禍によって移動やあ 移動の制限それから自粛、こういうので各国のランドカジノが休止、あるいは閉鎖というような形になっている、あるいはコロナ禍によって3密、つまりね、カジノはね、時間を忘れさせなきゃいけませんから、中に時計があったりとか、窓があって昼になったな、朝になったなってわからない方がいい、つまり窓がないということが基本になっています。ですから、こういう中で、えー、ランドカジノがこのままやっていけないと。 ということで非常に業績が悪化をしていますマイナス79.2%、61%、77%、72%、60%ということで、サンズ、MGM、ウィン、メルコ、ゲッティンというような大きなカジノ企業が、軒並み採算を悪化をさせているという状況にあります。ここれヶ、ね、ヶ月月先ほど出ました9ヶ月後しにするとということは 今年の前半には100億規模の、100億ドル規模の投資を計画できる会社でないと、これ、手挙げられません、これ、今のコロナの状況で、本当にその日程で大丈夫ですか国土交通大臣赤羽和義君、赤和君この申請日程、9か月ずらしたというのは、先ほど申し上げましたように、当初の予定通りやってほしいという自治体もございました。 また、遅れて若干ずらしてくれというあのご,ご,ご希望される自治体もございました、そうした中で、言われた中で、この9ヶ月間で、えーまあ、よかろうと、まあ、OK ですということを確認さ,れさせていただいたことによって決定をしておりますので、それはあの、まあ、そ,のその後のことはまだどう判断するかというのは、地方自治体の判断にもよりますけれども、えー、一応のこの9ヶ月間の期間、あの ずらしたということで、前に進めていけるというふうに思っております森山ひ君、あのねこれ、悪化、だいぶね、深刻なんですよ。MGM は、iGAMING への巨大投資を決めています。投資家向けの資料では、2019年、ジャパンというのが大きく出てるわけなんですけれども、今年は i ーミングまあオンラインカジノですね、これがトップにきて、ジャパンについては、いい提案があれば考える。 ような使いうよななにっているあるいは大きな面積でもともと入場者数に余裕があるアメリカのカジノは回復中とされていますけれども、自己資本率が2、3割、そして危ない企業だということで、20%ぐらいの収益がないと、銀行からお金借りられないという会社が非常に多いわけです。格付けいいところでも BBB というような状況になっています。でえー、人員削減と いうこともどんどん進んでいる中で、このランドカジノというのは、時代遅れ、古いビジネスモデルに一気になってきているということが言われておりまして、このイギリスですけれども、ランドカジノのおよそ3倍というような形に、オンラインカジノが伸びてきているで、アメリカ系でもゼロだったところから3分の1というような形にもなってきているということですから、ちょっと今、 ここから先、30年、50年を見通して、カジノ大丈夫だよというのは難しいのではないかと思いますが、ここは研究されていますか国交大臣、和君一義的に申し上げますと、先ほどお答えしたように、それぞれの地方自治体が、それぞれパートナーの事業者、いろいろだと思います、頑張ってらっしゃるところもあれば、相当厳しくなっているところもある、そうしたことも勘案しながら。 ひょっとしたら断念されるケースもあるだろうかもしれませんし、そのままやろうというふ,ふうに判断されることもあるかもしれないと、それは申請されたものをしっかりと厳格に審査するというような立場です、加えてです、ね、まあ、言わずちょっと余計なことかもしれませんが、今、コロナ禍でありますので、えー、前年度比、ちょっと数字、ちょっと今、細かく見ておりませんが、マイナス70、80とかっていうのは、例えば、ちょっと例えになるか分かりませんけど、今、日本の観光業、 宿泊業者もほとんどそうした数,あの数字でございますので、これが一応の目安としては2020年代の後半の事業開始ですから、その時点までどうなるかというのは、まあ、大変あの断定的にはお答えにくい、そこは相当な専門的な分析をした上えで、さまざまなリスクを排除してです、ね、決定する、申請するかどうかというのは判断されるものだというふうに思っております。 森山裕君、はい、えオンラインは緊急されていないということなんでしょうね、ですから、これ、やっぱりね、カジノ化がね、一旦落ち着いて、改めて仕切り直しができる状況にあ、ごめん、コロナ禍、カジノ化って言ってた、コロナ禍が一旦落ち着いて、本当にこれで儲かるのかとで、儲かるという話にならないことには、2年前のラインまでは戻れないんですね、これ、さっきもともと見通すのが大変なことですから、自治体に丸投げではなくて、 ほんまにこれ、いけるんかということを、国でしっかり前提を置いた上で、改めて話し合いをしていただきたいし、自治体はね、国からやれって言われたら頑張りますよ、そりゃ、そこはやっぱり国が自治体に丸投げではなくて、判断ある程度しなきゃいけないことだというふうに思います。で、のそのオンラインカジノなんですけれども、今ね、これの規制について、もちろんオンラインカジノというのは、日本では賭博罪適用されます。 違法なんですけれども、日本から違法オンラインカジノに100万人参加と報じられたりしていますけれども、規制の現状について、小の木大臣、お願いします委員長国務大臣、木君あの今あります,んです、ねあの、IR 整備法の中にカジノ行為というのがありますけれども、このカジノ行為の中に、 今、委員がおっしゃったですねオンラインカジノは含まれておりませんのであの、規制の対象にはなっておりません。一方で言われましたように、先週、内閣委員会で、えー、オンラインカジノのことについて、えー、問われました、あ警察、まあ、国家公安委員長としてですが、警察としてはの厳正に取締りの上、ですねこれを、この取締りを続けていくという答弁をいたしました。今おっしゃった規制については、あのカジノ行為については、えー、対象になっておりません。 森山裕之君、はい、賭博罪であるという,う違法行為でありながら、取締りの状況、規制のかけ方という部分については、事実上、野放しというようなあことを書かれたりもしちゃっているんですね。あの他国にある合法的なオンラインカジノに日本人がアクセスするのは、これ合法だと、じゃあ、日本にあるかどうかっていうのは、これ、やってみないとわからないわけですから、あるいはあそこにおいて、 どう取り締まるかというところで、判例等も十分出ていないということでもありますので、こんなふうに取り締まるというような法制が必要なんじゃないですか小此木国務大臣 IR、IR 整備法の中で行われるカジノ行為の中にです、ね、規制のを対象になっていないということは、オンラインカジノは認められていないということでありますので、オンラインカジノがこの日本で行われた、 場合これまでもその取り締まりをしてまいりました、起訴されたケースもございます、こういったことは変わらず、しっかりと取り締まっていくというのが、警察の立場でもありますし、対象になっていないというのは、規制の対象になっていないというのは、このカジノ委員会を管轄あの担当する私の大臣としての話であります。 森山博之君はい、えー、これねあの、それで100万人もというような話になってくると、日本は実は大丈夫なんだというふうになっては困りますので、しっかりそこはあきちんと取り組まますよというようなことも含めて、えー、言っていただきたいと思います。でえー、さらに、SDGs、これ、政府全体でも進めていますが、ダボス会議では、世界で最も持続可能な企業100社というのを選ぶにあたっては、 ギャンブルのの売上が5以上以というのは除外さあるいは ESG 投資のネガティブスクリーニングでも、ギャンブルを対象外にするというような動きも出てきているという中で、本当にこれ、日本政府として進めていっていいのかということですが、先ほどからの話、それから先日の青柳議員分科会での質問でのお話を総合しますと、自治体の判断ということで、丸投げをされているように見えます。 横浜では、ソーシャルコストを参入しないままの案を出して、そして市民に問うというような、あるいは市議会に問うというような形になりつつあるというような話も出ておりますので、これ、案自体がきちんとしたものかどうかというようなことは、あらかじめ見なきゃいけませんよね。 国交大臣赤羽和義君いやあの、あらかじめ見るとかですね、私の立場で今、申請される、されようとしている自治体の関係者の皆さんとはお会いしないようにしております、私自身は。申請されたものに対して中立という立場で、もちろん有識者の皆さんにもお願いするわけでありますが、厳正なあの後ろ埋めの刺されないような審査をするということが私の任務と心得ています森山博之君。ではあの、9条7項2、これでは。 あ住民の合意が必要だとなっています、9条8項では議会で決めろとなっています、この関係についてはどのようにお考えですか国交大臣和義君、赤君9条7項ではです、ね、あの住民集会を開くなど、住民の意向を確認すると、そしてそのやり方については、自治体にが決めることとしております、そして最終的には、横浜市内の横浜市議会。 別のところであれば、そこの当該の議会の議決を得るということが申請にあたっての条件でございますので、それがクリアされてなければ、当然、審査の対象にはなりません、はい、森山裕之君。まあ横浜ではね、住民投票をやるんだというような署名まで集まっているものを、えー、自公でこれを反対をされたということで、えー、維新、それから野党は各党反対、賛、えー をしたのにということで止まってしまったと聞いていますあるいは土地所有者が反対をしている中でそこに無理やりカジノ立てるような計画になっているというようなことも聞きますのでこれはしっかりとチェックをいただきたいと思いますさて総務省の問題なんですけれども今日は谷脇さん来ていただいてます東北新社以外の衛星放送各社それから 民放や NHK や、あるいはあ通信会社、社長から接待を受けたことは総務省総務審議官、谷脇康彦君お答え申し上げます、今、委員がご指摘になった業態について、えー、例えば公務員倫理法に違反する接待を受けたということはございません。森山博之君 公務員倫理法に違反しない接待を受けたことがあるということで総務省、谷脇康彦君接待はダメだねお答え申し上げますあの、例えば業界団体などの立職パーティーですとか、そういった場で、通信事業者の経営者の方々と懇談をする、あるいは勉強会でご一緒をする、こういったケースはございました森山裕之君。 はいえー、大臣、第三者委員会、検証委員会のですけれども、行政が歪められていたかどうか、まあ、これ最近、非常に焦点になってますけれども、これを含めて調査、検証するということでよろしいですか総務大臣、滝田良太君あの国会でのご指摘も踏まえながら、 新谷副大臣ををヘッドとすする検証委員会を早期に立ち上げますでやはりあのこのご指摘の機関放送の認定プロセスについて、やはりどういった意思決定が行われたのかという点について、やはりこれは徹底的に調査していかないかないと、このように考えています森山宏君。ということは、行政が歪められていたかどうかは、これで検証するということですから、今の時点で行政歪められてないということは言えないわけなんですけれども、 これ、2月16日本会議で、歪められていないと言い切っておしいらっしゃる、この部分については今となっては違ったかなと、これから検証しなきゃいけないんだから、終わるまで分かんないなということでよろしいですか総務大臣、武田良太君あの当時、次、え、官、ー、を監督官とするチームを立ち上げまして、調査チームを、えー、倫理法令に抵触するか否かの調査を進めてまいりました。 まずそれとは別にです、ね、やはり行政が歪められたかどうかということについて、えー、会社側、そして総務省側、すべてこの事案に携わったすべての方々からヒアリングを受けております。その段階では、すべての方々がそうした事実はなかったということを示されておりますんで、その時点のそうした調査結果を踏まえて、私は発言をさせていただいたということであります。 森山博之君ですから今となっては違ったのかなということでよろしいですね総務大臣武田良太君えあの現段階においてでもやはりそうしたあ歪められた事実というものは確認をされておりません森山博之君、えー、日本語難しいですね事実が歪められたという証拠が出た 事実がまれれなかったたという証拠が出たこれ両方あります真ん中、事実が歪められていたかどうかを調べているというのは、どっちに転ぶか分からないじゃないですか。だから、今の段階で歪められていないという答弁を維持するというのは、困難なんじゃないですか総務大臣、竹田良太君あの。調査結果に基づいた発言でありますけれども、現在の段階では、 ただ、められたという事実については確認できなかったということであります森山る君、はいあの。現在の段階では、2月16日に言った答弁とは違うというふうにおっしゃったということ違わない、2月16日の答弁は当時のもので、今は調査中だから、はっきりしたことは言えないということではないんですか武田総務大臣。 あの今、調査するだから、現代において、現在において、そうした事実は確認されていないということです。森山之君いや、ゆめられていませんという言い切りは間違いだったじゃないですか。そういうことですよね、今、調査しているので、まだ発見されていないだけですよね総務大臣、竹田良太君、えー、時間がまいりました。当時 当時ですね、倫理法令、法律と規定ですね、これに抵触するかどうかということの調査は調査でこう進めておるんです、ここは継続中、でそれと合わせて、そうした会合の中で、行政を歪めるような発言だとか、会話がなされたか、そうした実態があったのかという調査もいたしました。でその調査に対しては すべての当事者がそういうことはなかったという調査結果が出てたんです、ですから、私はその時点での答えを言ったということです。森山君、はいえー、時間が来ましたので、ここまでにしますが、結果的には今の段階で歪められていなかったということは言えないという事実だと思いますが、大臣は前のままの答弁を維持されているようですので、しっかり結果が出てから、責任については問いたい。 と思いますやっぱり最終責任者でもありますしここはしっかり踏んどししめて調査をしていただきたいと思いますよろしくお願いしますこれにて森山君の質疑は終了いたしました次に